さ、落ち着いて歩んでいきたいって思うんだけど、なんか試合とかで慌てたり焦ったりすると、必ずやっぱり試合にも負けてるし、自分にも負けてる感が出てくるけど、本当サーフィンと一緒で、トップばっか意識すると横に走ってっちゃって、ボトム使えなくなっちゃうし、落ち着くっていうのは パワーゾーンをキープできて、でいいライディングにつながっていく。本当サーフィンは教えてくれてると思う。落ち着くが神で、慌てるが悪魔のパワーが常に動いてると思う。面白いもんだな。慌てさせる人や焦らしてくるような人は悪魔の力が働いてるんだぞと。で、落ち着かせてくれる人やリラックスを与えてくれる人は神の力が働いてる。いや、本当そう思う。幸せなアイや真心が正義、そしてリラックスできたり落ち着いたりできる多くのものに触れていくこと、もちろん自分の子供たちにも、いろんな人にもそれを与えられる存在であるべきだと。